こんにちは。ルワンダの音 TV の武田典弘です。私はアフリカのルワンダに住んでいて、現地でツアー会社を経営しています。その傍らブログや SNS で情報発信をしているんですが、この YouTube ではルワンダの音 TV ということで、ルワンダの様々なトピックについてお伝えしています。そして今回のテーマが蚊大敵、アフリカルワンダでのマラリア対策ということで、マラリアという病気についてお伝えしていきます。ルワンダで最も気をつけるべき感染症といえるのがこのマラリアです。日本では馴染みのない病気なんですけども、ルワンダでは非常に一般的な病気です。そこでこのマラリアがどんな病気なのかということについて3つのポイントにまとめております。1、マラリアとは。2、どんな症状か。3、どうやったら防げるかということで、これからルワンダへの渡航をお考えの方はマラリアの対策についてこの動画で学んでいただければと思っております。まず1、マラリアとは。マラリアとはマラリア原虫を媒介するハマダラカに刺されることで感染する病気です。1年間に約2億700万人が感染していて、推計62万7千人が死亡している恐ろしい病気ですね。下手すれば死に至るということですね。そしてどんな症状か、2です。症状は1週間から4週間ほど潜伏期間があって、その後発熱、寒気、頭痛、嘔吐、関節痛、筋肉痛などの症状が出てきます。あれと、この症状なんか見覚えがある、聞き覚えがあるなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これってインフルエンザに近い症状なんですね。なのでルワンダに来て、すごい高熱が出て関節が痛くて吐き気がするみたいにインフルエンザっぽい症状が出たら、マラリアを疑った方がいいかもしれないですね。そしてマラリアの中にもいくつか種類があります。マラリアの中でも3日熱、4日熱、卵形マラリアは経過が良好で命に関わる状態にはなりません。その一方で熱帯熱マラリアは腎臓や脳障害を併発し重症化することがあります。発症してから治療開始までの期間が6日を超えると致命率が高くなります。このような解説が外務省のサイトに書いてありました。最初にお伝えした3日熱、4日熱、卵形マラリア、この3つは命に関わる状態にはならないんですね。なので、あ、じゃあこれだったら別に大丈夫じゃんと思われるかもしれませんが、ルワンダでは、もう1個の熱帯熱マラリア、死に至る可能性があるマラリアも流行しているんですね、残念ながら。ただですね、この発症してから6日間というのがキーポイントで、とにかく、疑いがあったら早めに治療を開始するということが大事なんですね。発熱を伴う体調不良があったら、インフルエンザっぽい症状が出てきたら、まずマラリアを疑いましょう。そして、その時点ではまだ大丈夫だったとしても、早めに病院に行って検査を受けてください。それでマラリアじゃなくてただの、熱発だっていうことが分かれば安心しますからね。そこで、死に至る病気だということも散々言ってますけども、すぐに治療すれば本当に大丈夫です。ルワンダ人はしょっちゅうマラリアにかかったと言ってます。僕も青年海外協力隊として派遣されて、最初はすごくこう病気とか怖かったんですけども、ルワンダの現地の人たちは僕らが風邪をひくぐらいの感覚で、あ、今日またマラリアになっちゃったみたいに言ってるので、もちろん軽く考えることはできないんですけども、治療を早めにしさえすれば、そんなに重症化することもないですし、完全に回復する病気なので、そこまで恐れる必要はありません。しっかりとした知識を持って、ちゃんと対処すれば大丈夫です。そして最後3つ目です。どうやったら防げるのというところなんですが、蚊に刺されないことですね。これはもう本当にシンプルなんですけど、蚊に刺されなければマラリアにはなりません。特にハマダラカ、最初にちょっとお話ししましたよね。ハマダラカという種類がマラリアのウイルスを媒介しているので、このハマダラカに刺されなければいいんです。そしてこのハマダラカが活動しているのが夕暮れから明け方にかけて、つまり、日が暮れる時、夕方5時ぐらいから朝の6時とか7時ぐらいまで
の間に蚊に刺されなければ大丈夫なので、この時間帯さえ注意していれば OK です。そしてどうやったら防げるのか、具体的に何をすればいいかというと、まず露出を減らすこと、長袖とか長ズボンを着用してください。ルワンダは、明け方とか夜ちょっと冷えてきたりするので、まあこの蚊を防ぐというのもそうなんですけども、防寒としても長袖長ズボンというのは、合ってると思いますので、そんなにこう長袖とか着たら暑いんじゃないかという心配はあまりいらないかなと思います。それから2つ目が虫除けをすることですね。自分の体に虫除けスプレーとか、ローションを塗ったり、あとは部屋にも、虫除けスプレーを撒いたりとか、部屋用の虫除け薬がありますからね、そういったものを使ってください。そしてベッドに蚊帳がついていれば、蚊帳も必ず使った方がいいですね。ゲストハウスとかドミトリーとか安いところだと蚊帳に穴が開いちゃったりしてることもあるので、泊まるときは必ずね、穴が開いてないかとかチェックしてみてください。もし穴が開いてたらね、その部分だけ縛ってこう穴をなくしたりとか、塞いだりすることもできるので、必ず確認をするようにした方がいいですね。そして予防薬もあります。マラリアの場合、ワクチンはまだ開発されてないんですけども、予防薬を飲むことで 100% ではないんですが、ある程度防ぐことができます。ただ値段が結構お高いんですね。僕が協力隊の時に飲んでいたのはメファキンという薬で、1錠1500円します。1錠で1500円です。まあ、ただこれ毎日ではなくて週に1回飲めばいいので、1週間の旅行とかだったらね、全然これ飲んだ方がいいかなとは思うんですけども、まあ、日本の病院などでも処方してもらえるようです。でこの薬代の他に、まあその処方のお金、処方料とかも合わせて1万円もいかないはずなので、まあ、もし心配でお金に余裕があるのであれば、日本でこういった薬を手にしてからルワンダに渡航するといいかなと思います。でメファキンの他にマラーロンという薬とかもあったりするんですけども、メファキンの場合は、結構この値段がマラロンよりも低い代わりに副作用が割と強いんですね。でそれで吐き気を催してしまったり、頭痛が出たり、人によっては悪夢を見るみたいな人もいます。なので体への影響が全くないとは言い切れないので、まあ、そこもトレードオフというか、自分がどこまで防ぎたいかということを考えて活用するようにしてください。で私は今ルワンダに実際長期間住んでるので、これをずっと使い続けると相当な出費になってしまいます。なので今予防薬は飲んでいません。ただですね、防火対策をすれば防げる病気なので、とにかく蚊に刺されないようにする、防火対策を徹底するということを旅行者の方も気をつけていただければと思っています。ということでマラリア対策のおさらいです。3つのポイントがありました。まずマラリアとは、死の危険性がある病気です。そして2つ目、どんな症状か、インフルエンザに近い症状が出ます。3つ目はどうやったら防げるかですが、ハマダラカが活動する明け方まで夜間の間に露出を減らして虫除けをして蚊帳を使う、こういったところに気をつけていただければ、安全で快適なマラリアにかからないようなルワンダの旅を楽しめると思いますので、皆さんも気をつけていただければと思います。ということで本日はマラリアについてお伝えしました。この動画が役立ったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。1個でもね、チャンネル登録が増えるとものすごく嬉しくてモチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。